線で運転される3本の快速列車のうちの1本です。2004年のダイヤでは、越後湯沢行き1本、六日町行き1本、直江津行き2本運転されています。京阪神は東北、富士、今川ら、西側大杉、お待たせいたしました。快速、越後湯沢行き、発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。今回はそんな列車を、私たちが十日町までご案内します。出発進行。直江津出発直後、35キロ制限があります。解除後すぐの橋梁は警笛ボーナスがあります。北北線はトンネルが非常に多く、ダイヤによっては警笛だけで30秒以上稼ぐこともできます。速度制限標識は解除されるまで守ります。この表示が出てくるのは初級ダイヤだけです。そう、この列車は初級ダイヤです。しかしこの列車、最型を超えると途端に難しさを増します。オープニングでも紹介しましたが、加減速に優れるのがこの車両の特徴です。このダイヤに関わらず、HK100 型で運転するダイヤは最型を超えると最高の目安は時速90キロです。この車両の特徴を最大限に活かした運転が要求されるということです。以前の715系ダイヤも難易度が高かったものが、その難しさと質が違います。あちらは車両性能そのものが良くなく、それ電車813系のダイヤと同じ時速で動く、俗に言う聞くダイヤでした。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。その内訳は以上の通りです。以上、上下3本ずつの停車です。この駅の開園では、快速電車が通過数本停車します。その内訳は以上の現象が起こっています。この現象は飯田線など、一部路線でも起こっています。それは早朝、夜の時間帯、早朝運転される駒ヶ根4時58分発普通天竜町行き、天竜町から快速豊橋行き2524M 列車は途中、品岡まで各駅に停車します。ところが、稲松島4時58分発普通豊橋行き 528M と、神栖は16時25分発普通豊橋行き 570M 列車は途中、金の、田本、秩父の3駅を通過します。実はこの現象、私鉄でも起こっていることを覚えてください。大阪線の不定期には、昼時間帯の大阪上本町始発の鳥羽行き特急が停車します。鳥羽始発の大阪上本町行き特急も同様に手に停車します。近鉄の特急は座席指定で、特急券代がかかるのは皆さんもご存知だと思います。時間は朝ラッシュの大阪方面、夕ラッシュの伊勢方面、8両中80両で運転される快速急行は伊勢を通過します。快速急行は一般車両、座席指定などありません。そう、有料列車が停車する駅を一般車両がスルーするという状況です。快速急行の設定目的は、ラッシュ時の上、奈良と大阪の区間の速度標識の点滅は制限区間の予告です。すぐに減速してください。間もなく最型に到着です。この先45キロ制限が接近しています。このまま減速を続けてください。ここ点滅終了から解除までが速度制限区間です。右側を走るのは臨時列車扱いのトワイライトエクスプレスです。末期の停車駅は大阪から新大阪、京都、鶴ヶ、福井、金沢、高岡、富山、直江津、長岡、新津、東屋、東室蘭、上り別、苫小牧、南千歳、札幌でした。2015年に廃止されますが、客車は2016年まで使用され、現在は京都鉄道博物館で生態保存されています。いきなり0センチ停車。ダイヤがギリギリになることを考えると、幸先のいいスタートですよね。お待たせいたしました。快速越後湯沢行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。この先、特急の場合左側の線路を走行するため、北北線流入時に60キロ制限がかかりますが、この列車は直進した状態で流入するため制限速度の干渉を受けません。なので、一気に加速して最高速度付近まで到達させましょう。第4閉塞進行。制限90。中継進行。第三閉塞進行。制限110。まもなく不引き不引きです。運賃切符は整理券と一緒に運転席横の運賃箱に入れてください。
定期券は運転士に分かりやすくお見せください。降りの際には前側のドアからボタンを押してお降りください。整理券でご精算の方はお積みのないよう小銭をご用意ください。場内進行。クビキー停車。クビキーに到着です。ここまではまだ優しい方。ここから裏側は、虫側をすりにかけて難易度が跳ね上がります。いきなり0センチ停車。タイヤがギリギリになることを考えると、幸先のいいスタートですね。ああ、もうわけがわからん。お待たせいたしました。快速、越後湯沢行き、発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。次の大池憩いの森は通過駅ですが、ここで駅早く加速してしまうと、通過速度が低下してしまい、次の裏河原への停車がさらに難しくなります。今回は、まだ裏河原に時間通りに停車できる精一杯の方法を実演しています。ぜひ参考にしてくださいね。進行。残り距離がおよそ 400m で速度は 80km。 このまま加速を維持してください。大池憩いの森通過。出発進行。通過時刻から1秒遅れましたが、駅通過のかなり前から加速を維持しておくことがポイントです。停車予定時刻までの残り時間と残り距離の関係を見ていただければ、おのずと理解していただけると思います。まもなく裏河原。残り距離が1キロ切りました。運賃、切符は整理券と一緒に運転席横の運賃箱に入れてください。定期券は運転士に分かりやすくお見せください。降りの際には前側のドアからボタンを押してお降りください。整理券でご精算の方はお積みのないよう小銭をご用意ください。裏河原停車。残り距離が 100m で 50km 以上出ていますが、減速も優れているので問題はありません。このペースでもギリギリで停車できます。ちょっとどういうつもり？50センチギリギリで停車できました。本当にギリギリ。これが50センチちょうどであればボーナスはありませんでした。これが次の虫側多すぎでも同じ状況に至るわけですよ。考えただけで恐ろしい。お待たせいたしました。快速越後湯沢行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。出発早々フルマッチです。この時点で嫌な予感しかしません。この時点で次の停車も余裕がほとんどないことを察した。そこのあなた、正解です。残り時間だけで見るとまだ余裕こそありますが、速度がほとんど出ていません。つまり、そういうことです。はい、この先トンネルに入ります。トンネルを抜けるとすぐに虫側多すぎです。今回は、トンネルを出てしばらくするまで加速を続けます。そうでもしないと間に合いません。まもなく、虫側多すぎ、虫側多すぎです。運賃、切符は整理券と一緒に運転席横の運賃箱に入れてください。定期券は運転士に分かりやすくお見せください。降りの際には前側のドアからボタンを押してお降りください。整理券でご精算の方はお釣りのないよう小銭をご用意ください。この状況だとギリギリ止まれるか止まれないかの瀬戸際です。ブレーキタイミングを外すと仮想となり減点を取られます。
関は突破しました。後の3駅も余裕こそ少ないものの、裏側や虫側大隅のことを考えるとまだ簡単に思えてくる程度のレベルです。お待たせいたしました。快速越後湯沢行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。虫川大隅を過ぎると次の交換駅は松台です。しかし次の北北大島まで実距離 6.2km、 その先の松台までの距離を合わせると 15.6km、さらに、そこから十日町までは 13.3 キロあります。関西の大手私鉄でいうと、阪急宝塚線と箕面線の営業距離を足しても足りません。それだけ長い区間、特急はったかが運転されていた当時、単線のこの路線では、普通列車との関係を調整すべく、どうしても駅以外の交換設備が求められました。この先の奇妙、薬師峠、赤倉信号場は、そのために設置された設備です。はったかが廃止された現在では、この先の奇妙信号場以外は休止状態となっており、ほとんど閉塞信号以外の意味を成していないそうな。まもなく北北大島、北北大島です。運賃、切符は整理券と一緒に運転席横の運賃箱に入れてください。定期券は運転士に分かりやすくお見せください。降りの際には前側のドアからボタンを押して降りください。整理券でご精算の方はお釣りのないよう小銭をご用意ください。わかります。ほら、私の姉もこの通り安心しきった表情をしていますね。いや、さすがに冗談だから。なんだ冗談か。北北大島停車。お姉ちゃんなんか言った？いや、なんでもないわ。到着しました。前方トンネルに囲まれています。山や森林の多い日本ではこのような駅は決して珍しくなく、この先トンネルの中に無人の防線駅も存在するほどです。お待たせいたしました。快速越後湯沢行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。出発進行。ここから先、松台の手前まで全区間がトンネルになります。地下鉄を除いて区間のほぼ全てがトンネルなのは、関西でいうと近鉄大阪線の西青山と東青山の区間。この区間以外で他に思いつくとしたら、近鉄奈良線の石切と生駒の区間でしょうか。関西私鉄は山登り路線がそれほど多くなく、今紹介した2路線のほか、南海高野線、南海本線、神戸電鉄有馬線の3路線があります。しかし、広域輸送をカバーする JR は山越え路線が極めて多く、東海道本線、山陽本線といった名だたる幹線もさることながら、上越線、仙王本線、函館本線なども山越え区間を抱えます。これら山を越える区間は、同じ JR でも管轄区域が変わることや、そもそも乗客の数がかなり少ないなどの理由で本数が少なく設定されており、幹線級の路線でも1時間に1本または2本、極端な例で言うと、仙王本線の緑と川湯温泉の区間は1日5往復のみです。日本国内といえど、鉄道路線の形態は非常に様々だというのがお分かりいただけると思います。出発進行。まもなく松台、松台です。運賃、切符は整理券と一緒に運転席横の運賃箱に入れてください。定期券は運転士に分かりやすくお見せください。降りの際には前側のドアからボタンを押してお降りください。整理券でご精算の方はお釣りのないよう小銭をご用意ください。残り 500m で残り時間は35秒。やはり裏側だと比較しても簡単に思えてきますね。やはり私の感覚が狂ってきたのでしょうかね。松台停車。この駅は北北線では数少ない業務委託駅です。北北線の直営駅は次の十日町のみ。簡易委託という形をとるのがこの松台だけで、あとは全て無人駅で、列
車もほぼ全てワンマン運転と、軽視が全然落ちています。しました快速、越後湯沢行き、発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。融雪用のスプリンクラーや除雪用モーターカーなど、余念がありません。出発進行。さて、私たちは次の十日町で降板します。本音で言えば全区間続けたいのですが、このダイヤが長距離で時間がかかることから、うく主の動画制作方針上、分割することにしたとか、なお、次のメンバーはすでに決まっているとのことですが、ここでは公表しないのであしからず、次の十日町は北北線唯一の直営駅で、JR 飯山線と乗り換えができます。なお、両路線の接続は考慮されていますが、一部列車は1時間程度の待ち時間が出ることもあるようです。第三閉塞進行。第二閉塞進行。第一閉塞進行。出発からここまで持ち時間の計測だけで12秒も増えました。トンネルの多さがこの路線の凄みです。なお駅から累計して35秒を計測でいています。初期の持ち時間は40秒でしたので、ここまで93秒が持ち時間として加算、そのうち計測の割合はなんと約 37.5% に上ります。今もまた4秒加算、これで97秒増加しました。初級ダイヤでは計測ボーナスのありがたみはそれほどありませんが、これが難易度の高いものになると相対的に重要度が増してきます。決して軽視できるものではありません。第三閉塞進行。第二閉塞進行。まもなく十日町です。飯山線ご利用のお客様はお乗り換えです。運賃、切符は整理券と一緒に駅の改札口へお渡しください。今渡っている信濃川は日本で最も長い河川です。長野県内では千曲川と呼ばれるのが一般的です。実際、長野県下の信濃の国二番の河岸に流れ淀まずり国津は、北に西川千曲川、南に木曽川天竜川とあります。なお、信濃の国は一時期特急列車の車内タイムで流されたこともあり、日本の都道府県下の中では最も知名度の高い曲です。うく主はカラオケでこれを一度歌ったそうですが、4番の急な変調で挫折したそうな。さて、十日町に到着します。ここでは北北線の多くの列車が交換します。直進する通過線は、白鷹が廃止された現在使用されておらず、信号機も使用停止となり、横に向けられているそうです。ご視聴ありがとうございました。